こんにちは。何しに来たんだい？今日はまだ僕とクレハ君しかいないよ。あ、ゼリスカさんたち。どうぞどうぞ。あいつはもう少ししたら来ますから。レイちゃんもちょっと外出中でいないんですけど。それは残念です。では少し待たせてもらおうかしら。念のため言っておくけど、僕の方が先約なんだからね。そんなに睨まなくても大丈夫ですわ。大した用事ではありませんから。ここも随分賑やかになりましたね。キリトさんたちもよく遊びに来ますし。僕としてはもっと静かな方が好きだな。もう少し仲間を選んでくれればいいのに。珍しく意見があったわね。あの人は不思議と人を集めるところがあるわよね。あっという間にセリスカさんたちと仲良くなってますしね。ま、まだまだ私がいないとダメですけど。そうかい。最近はだいぶ腕を上げてきたようだけど。ああ、それはまあ確かに。でもあの人にとってクレハちゃんは大事な相棒でしょ。戦闘力だけなら上の人間はいっぱいいるわ。でもクレハちゃんの代わりはいないもの。だったらいいんですけどね。あいつ昔からほっとけないですし。そういう関係羨ましいわ。最強のソロプレイヤーと名高い無冠の女王もそういうセンチメンタルな発言をするんだ。意外だな。自分の心に嘘をついても仕方ないもの。いつき、あなたも遊んでほしい相手には素直に遊んでと言える方が得だと思うわ。そうやって相手の気持ちをさも知っているかのように振る舞うのはいただけないな。だって顔に書いてあるもの。うん、では顔を洗ってこよう。いつきさんに口で勝つなんてすごいです、ゼリスカさん。いつきとは GGO のサービス開始直後からの付き合いだから、なんとなく分かるところがあるの。といっても戦術も趣味も全く気が合わないから、いつも弾丸を打ち合ってお話しする仲なんだけど、まあ最近は妙に楽しそうだし、よかったわ。マスター、イツキは機嫌が悪いように見受けられました。あの状態が楽しいなのでしょうか。ええ、退屈よりは焼き餅を焼いていた方がきっと楽しいと思うわ。見ている方もね。運営からメール、アップデートのお知らせ。you
と SBC フリューゲルにお家に帰れます。とっても嬉しいです。早く行きましょうマスター。よかったですねレイちゃん。パーツも集まったし、これで準備は OK なのかな。SBC フリューゲルはかなりの難度らしいから、僕たちの装備もしっかり整えとかないとね。そうだな。フリューゲルが落下した時の衝撃でアバシスや資材が周辺に飛び散ったという話なんだろう。だから SBC フリューゲル周辺のフィールドにアイテムやアファシスが眠っているのね。当然その中心であるフリューゲルにはかなりのレア武器や資材があるはず。燃えるわ。どんなに強いエネミーが出ても任せて、絶対に倒してみせるわ。ねえアファシス、 SBC フリューゲルはどんなところだったんだい？お家にはお母さんが待っているのです。お母さんはとっても優しいんですよ。でもエネミーが出ないわけないでしょ。私がいれば大丈夫です。なぜならお母さんは言ってました。確か、もう大事な攻略情報じゃないか。思い出しました。おやつは一人までです。は？おやつなら一人じゃなくて一つでしょ。何かの暗号か。おやつ、生産スキルに関係してるのか。もっとさ、エネミーの情報や隠しアイテムの場所とかさ、そういう情報はないの？昔のことはあまり覚えていないのです。SBC フリューゲルの中を見れば思い出せるかもしれません。それにお母さんに会えたらきっといろいろとわかるはずです。お母さんはとっても頭がいいんですよ。私が大好きなみんなならお母さんは歓迎してくれます。これは絶対確実です。はい、楽しみですマスター。それで誰を連れて行くんだい？何が待っているかわからない以上、まずは様子見で少数精鋭で行くか。アバシスのこともあるし、今回はまず君が行くべきだろう。君とアバシスで2人。あ、強力な前衛はいるよな。となると俺か。ストップ。それっぽいこと言ってるけど、本当は自分が一番乗りしたいだけじゃないの？まさか。僕も立候補するよ。絶対役に立つから。私も。まさか私を置いていったりしないでしょうね。僕も行きたいな。ほとんど情報なしで乗り込むんだ。きっと退屈しないイベントになるよ。私も行きたいです。結局みんな行きたいんじゃない。もちろん私もね。どうする？選択権は君にあると思うよ。よし、決まった。行くぞ。じゃんけん。まあ当然の結果よね。
今日はついているな。早速行こうぜ。残念。頑張ってきてね。ねえ、僕に運がないことを知っていたよね。こんな運頼みの勝負で勝てるわけがないじゃないか。このお返しは近いうちに必ずするよ、なんてね。今日は何を作るの？カラー変更はしてみた？全然違う雰囲気になるんだよ。カラー変更はしてみた？全然違う雰囲気になるんだよ。今日はどん何か珍しいものがあれば持ってきてく。他に何かあるか。他に何かあるか。よかったじゃねえか。いいもの持ってるじゃないか。他に何かあるか。よかったじゃねえか。いつでも鑑定してやる。これでいいのか。よかったじゃねえか。面白いものが山ほどあるな。おお、今人気のやつだな。確認してくれ。確認してくれ。
るぞ。発動せりゃ使うわよ。見つけた。暗い、集まってきてる。やっ、ふっ、たっ、ふっ、ふっ、やっ、はーい、突きだらけ、ふっ、せい、やっ、せい、遅い、ふっ、ふっ、ふっ、やっ、ふっ、強敵だ、注意しろよ。アガシス、はーい、弱ってるわよ。まあ、当然ね。弱ってるわよ。今がチャンス。弱ってるわよ。気をつけなさいよ。今日の手あげるわ。回復します。ありがとうです。回復します。アガシス、ありがとう。回復してください。気をつけろ。何を言ってるかわからないが、友好的な反応ではなさそうだ。え、どうしたのです？この人たちは私のマスターと友達ですよ。レイちゃん、あれが何て言っているかわかるの？私たちが入ってはダメ、排除すると言ってます。早速戦闘か。行くぞ。当然使いますよ。あっ、弱ってる。遅い。弱ってる。当たる。やあ、見えた。当然
っちゃう。ありがとうです。すごいじゃない。クレア、あ、オッケー、頑張れ。こする弱ってるわ。回復今のターンです。頑張ります。クレア、このフローバー、キャー、ナイスプレー。嬉しいのです。素晴らしいです。ありがとうな。もっとやりましょう。ありがとう。出れるのです。弱ってるわ。ありがとう。今のターン。アバシス、ありがとう。強いわね、この敵。何発当てても HP が減らないわ。確かに強い。いや、強すぎる。こいつはおそらく。撤退しよう。俺たちは何か選択を間違えたんだ。このエネミーは倒せない設定になっている可能性が高い。強制撤退イベントってやつだ。無茶よ。ここから脱出なんて。ログアウトする時間も稼げないわ。UFG を使えばいける。このくらいの高さなら乗り越えられるはずだ。片手で UFG を使えばもう一方の手で誰かを連れていけるだろう。そうしたら二人生き残れる。連れて行くのは決まってるでしょ、レイちゃんよ。私は残るわ。私は戦います。マスターを守るのが私の役目です。いや、アバシスでは火力が心もとない。大体あんたが死んでレイちゃんがドロップしちゃったらどうするのよ。それにキリトさんには悪いけど、私はあのエネミーを倒すつもりよ。決まったな。さて、もう一暴れするぞ。了解。さあ、俺たちがエネミーを引きつけている位置に行くんだ。強制撤退イベント、キリトがそう言ってたの。たまにあるのよね。イベントフラグの回収を失敗して強力なトラップが発動したりとか。まず倒すのが不可能な敵が現れたりとかね。今回もそうだったんじゃないかな。レイちゃんもあまり気にしなくていいわ。キリト君たちならそろそろ帰ってくるわよ。アスナの言う通りだよ。このクエストは何度でも挑戦できるみたいだしさ。ただいま。おお、ぴったり。さすがアスナさん。ああ、もうちょっとで倒せると思ったんだけどな。いや、あれは絶対 HP ゲージがゼロにならない仕様だって。
ト君、クレハもナイスファイトだったね。ありがとう、アスナ。もう話は聞いているのね。終わったことなんだから気にしないの。謝るくらいならパーッと美味しいものをおごってよ。そりゃいいな。この前変な店を見つけたから行ってみようぜ。でもその前に反省会だ。 SBC フリューゲルの中に入るには私たちに何かが足りなかったってことだよね。でも一通りのクエストはこなしたはずだけど。アファシスのパーツが不足していたのかな。パーツは全部集めてもらったのです。じゃあ他にパスワードとか鍵を手に入れる必要があるとかだな。クエストの流れから言ってアファシス自体が鍵のはずだよ。すでにアファシスを連れて SBC フリューゲルに入っているプレイヤーも複数いる。困ったね。アファシス、君は何か重要なことを忘れているんじゃないかな。ごめんなさい。マスター、あくまで情報収集の責任は自分にあると言いたいんだね。確かに NPC にミッション失敗の責任を負わせるのは筋違いだ。原因の究明も大事だけど、次の挑戦のことも考えようぜ。そうだな、一度町で情報を集めてみようぜ。俺の可愛いタイプ B ちゃんなら何か知ってるかもしれねえし。お前まだ口説いてんのか。まあそれはそれとして、別に情報を当たってみるのはいいアイデアだ。私も周りの人に何か知ってないか聞いてみるよ。フリューゲルを目指してる人結構いたし。私も噂話を集めるくらいならお手伝いできます。SBC フリューゲルに入っているプレイヤーの数から考えて、ヒントとなる情報はもう出ている可能性が高いですね。情報屋に聞いてみるのも一つの方法かもしれない。料金がほどほどならだけど。こうしてみるとレイちゃんだけに頼りすぎていたかもね。これからは自分たちでも情報を収集しましょう。そうね、レイちゃんもあまり気にしちゃ…あれ、レイちゃんは？変だなぁ、さっきまで僕のそばにいたんだけど。レイちゃん、レイちゃん、どこにいるの？いない、どうしよう。落ち着いてくれ、きっと大丈夫。さっきまでここにいたんだもの、すぐ近くにいるわ。だがこんな話の最中だ。ちょっと買い物に出たというわけでもないだろう。まさか家出？家出かどうかはわからないけれど、レイちゃん傷ついてると思う。自分の力不足で迷惑かけるなんて、もし私が同じことをしちゃったら落ち込むわよ。そういうことならさっさと探しに行こうぜ。ったく、
あいつは天然だから面白いのに、失敗の一つや二つでくよくよするなんてよ。ああ、落ち込む気持ちもわかるけど、失敗したらもう一度挑戦すればいい。アバシスにそれを教えてやらなくちゃな。キリト君の言う通りよ。みんなで手分けすればすぐに見つかるわ。そうだな、アバシスのマスターは君だものな。うん、話すのは君じゃなきゃダメね。だけど探すのくらいは手伝わせて。そうよそうよ、私たちだってレイちゃんの仲間なんだから。レイちゃんは NPC だから一人では街の外に出られないはず。みんなでグロッケン中を回りましょう。見つけたらまずはあんたにメッセ飛ばすから、みんなもいいよね。了解です。あら、どうしたの？この世の終わりみたいな顔をして。こんにちは。今さら笑顔を作ってもダメ。お姉さんに話してみなさい。もしかしたらいいことあるかもしれないわよ。レイちゃんが家出？クエストに失敗したせいで？なんでなのかしら。フリューゲルなら何の問題もなく入れたわよ。アバシスを連れて行けば OK なんでしょ？マスター、それは少々表現に誤りがあります。ゲートを通過する際、 SBC フリューゲルに入れるだけの強さを示すようエネミーとの戦闘がありました。だってあんなレベルのエネミーならあなたの敵ではないもの。違ったの？まさかあなたアバシスの忠告を。はいはい、そうね、私もそうした方がいいと思うわそれにしても不思議ね、レイちゃんがレアな設定持ちなのかあなたのせいかわからないけれど、家出しちゃうアファシスなんて初めて聞いたわ。それを必死で探すマスターもね。さっき見覚えのある人影が展望台に向かって走っていたわ。レイちゃんじゃないかしら。声をおかけしましたが反応がありませんでした。人違いの可能性もあります。デイジーちゃん、可愛い子に関する私の視力補正を侮ってはいけないわよ。早く行ってあげて。きっとあなたを待っていると思うわ。おい、お前さん、何をそんなにあたふたしてんだ。残念だったな。お前さんにはもう二度と会いたくなさそうだったぜ。俺様は今までお前さんのことを大したやつだと思ってたんだぜ。なんたって何度も俺様との勝負に勝ち、仲間をアファシスちゃんを守ってきたんだからな。それがなんだ、アファシスちゃんを泣かすとは見損なったぞ。お前さんはマスト、そんな顔しても許さないからな。
あいつの行き先なんか絶対お前には教えてやらん。チッ、ここで金を出すから教えてくれだとか泣いてごねたりしたらぶっ飛ばしてやるところだったのによ。ええ、どうやらただの喧嘩じゃなく何やら訳ありのようだな。ああ言うな言うな、人の事情に立ち入るのは男のすることじゃねえよ。ったく仕方ねえ。いいか、一度しか言わねえぞ。あいつはな、俺様のところに来るかって聞いたらよ、マスターはお前さんだけだって言ってよ、総督府前の広場へ泣きながら走って行ったよ。早く行ってやんな、泣きすぎて干からびちまう前によ。やっぱり見つかっちゃいました。当たり前ですね。私はアファシスだからマスターと一緒でないと町の外には出られません。そんなことも忘れてしまっていました。マスター、私は決心しました。登録を解除してください。多分私はポンコツなのです。どこか故障しているのかもしれません。マスターの役に立たないアンドロイドはいらない子です。私はいつも失敗ばかりでした。だからお母さんに報告して直してもらいます。その後はどうなるか分かりませんけど、名前も返します。私にはもう呼んでもらう資格はありません。さようならマスター。マスター、私はマスターのアファシスでいいのですか？ポンコツなんですよ。アファシスですよ。私はマスターと一緒にいたいです。マスターが一番。他の人を登録なんかしたくありません。私のマスターは世界でたった一人。目の前にいるこのマスターだけなんです。たった一人。そう、一人なんですよマスター。おやつじゃありませんでした。連れてきていい友達は一つまでだったのです。とにかく思い出したのです。まず SBC フリューゲルに自由に出入りするには登録が必要です。最初に登録できるのはアファシスと同行した一人だけ。しかもゲートキーパーのテストを受けなければならないのです。約
束を破って3人を連れて入ろうとしたから叱られたのですね。お母さんは怒らせると怖い。マジですよ。私のせいでたくさん迷惑をかけてしまいました。みんな怒っているはずです。マスター、みんなが怒っていないのならなおさらこのままでは戻れません。おめえ挽回したいです。ちょっと間違えました。名誉を挽回したいのです。マスター、これから一緒にゲートを突破しましょう。 SBC フリューゲルの入場券を手に入れてみんなへのお土産にしたいのです。ありがとうございます、マスター。では急いで SBC フリューゲルに行きましょう。目的地に到着しました。すごい。出れるのです。お母さん、ただいまなのです。SBC フリューゲルに入るためのテストをすると言っています。マスター、準備はいいですね。マスターはとても強くなっています。今のマスターなら絶対に勝てるはずです。私も頑張ってサポートします。お願いしますよ、マスター。Thank you.
に到着しました。いい動き。眠れるのです。
それでマスターは SBC フリューゲルに入る資格を得ました。マスターの友達ならみんな一緒に入れますよ。みんなに教えたらびっくりですね。バッチリ名誉挽回できます。そうですね、はい、私もそう思います。お母さんには会いたいけど、まずはキリトたちに報告ですね。早く帰りましょう、マスター。あ、ゼリスカです。こんにちは。こんにちは。元気そうね。フリューゲルに入る資格を得られたようでよかったわ。イベント達成おめでとうございます。あなたなら大丈夫だとは思っていたけど、本当に成長したわね。強くなったわ。初めて会った時はリアルラックだけ飛び抜けたニュービーさんだと思っていたけど。そういうことをさらりと言えるのがあなたらしいというか、正直羨ましいわ。でもそんなあなただからこそレイちゃんはこんなに感情豊かに育ったのでしょうね。もともと仕様や設定がレアだったのかもしれないけど、それだけでは説明できないほどの進化を遂げているわ。まあ、あくまでも素人の意見だけどね。マスターであるあなたや仲間たちの影響を受け、何よりたくさんの愛情が注がれた結果だと思うの。この GGO というゲームには自分の腕や強さを誇る猛者たちがたくさんいるわ。もちろんそんな彼らも強敵ではあるのだけど、本当の一番の強敵は自分の弱さを理解してそれを強さに変えることができるプレイヤーよ。あなたはもしかしたらそんな最強プレイヤーになる素質を持っているのかもしれないわね。私、強い人って好きよ。ねえ、一つ提案があるのだけど、私のパートナーになってくれないかしら。 SBC フリューゲルはかなり強いエネミーが出るでしょうし、何が仕掛けられているかわからないわ。攻略系スコードロンに入るのも手なのだけど、どうせなら信頼できるパートナーが欲しいの。マスター、私には戦場でのサポート技能もあります。ありがとう。もちろんわかっているわ。だけど私はあまりデイジーちゃんを戦場に出したくないのよね。もちろんいざという時は頼りにさせてもらうけど。承知しました、マスター。どうかしら。私ならあなたの最高のパートナーになれると思うわ。私は二人きりのチームの方がいいのだけど、でもあなたならそう答えると思っていたわ。いつかあなたの右腕になってみせるわ。よろしくね。